そうで始まりました、モンテチャンネル。さあ今回はですね、第一志望に合格しなかった君へというですね、結構ね、真面目な感じの動画になるんじゃないかなと思いますが、話していきたいかと思いますね。はい、大学受験お疲れ様でございました。もう後期日程も終わりまして、まあうちのね大学受験プロジェクトも全て終了いたしまして、やっぱりね受験っていうのはなかなか厳しいものです。そもそもね、難関大学っていうのは受からせないために作られているものですし、ほんの一部の人しか合格できないっていうのが、まあ、現実です。大量に行きたいその大学ね、この学部行きたいよっていう人がいても、ほんの一握りしか行けない。しかもね、残念だけれども、上のレベルの大学、そこで受からなかった人たちっていうのが、その下の大学に入ってしまって、皆さんがこう行きたいと思ってたその第一志望の枠を取ってってしまう。ということで、この連鎖が起こるので、どうしても第一志望っていうのは受かりにくい。実際のこのね、合格人数とかのいろいろね、データで見てると思うんですけど、そのデータはね、残念ながら第一志望で受かった人はほとんどいないっていうことが多いわけです。はい。そういうシステムですからね、まあ仕方のないことではあるんですが、まあその後にね、ひねくれてしまうとか、もう本当に心が沈んでしまう人が多いので、なんでその辺のことをね、ちょっと話していきたいと思います。はい。で、気をつけなきゃいけないこととかね、まだまだやれるんだっていうことをね話していきたいと思うんですけど、まずはですね、まあ浪人する人もいるでしょうし、大学自分のね本当に行きたいところではなかったけどもそっちに進むよっていう人もいると思うんですけど、ここで大事なのはですね、あまり多席志向にしすぎないことですね。これめちゃくちゃ大事で、これやっているとですね、浪人した時にまあ失敗しやすくなるし、大学でも失敗しやすくなるとか、もう社会出た時でも失敗しやすくなるので非常に危ないものではあるので気をつけてください。だから絶対に全く多席するなとは言わないです。それは自体はまあ不可能なことではあるんですけど、どうしてもね学校のせいにするとかね、うちの学校はこうだったからとか、塾予備校のせいにする、塾予備校はこうだったからっていう風にするとかね、地方だからね、うちは地方でとかって言ったりとか、家庭環境がこうだから親がどうたらとかですね、お金がないんだからとかっていう風に、まあ次々とですね言い訳というか、自分のね勉強ができなかったっていうこと以外を言っちゃうという人はかなり危険ではあります。まあもちろんね、その本番のね試験の時に熱があったとか、試験の環境がこうだったっていうのはあるとは思うんですけど、ただやっぱね同じような環境の人でも合格してる人がいるわけじゃないですか。そうだから多席で全ていくっていうのはそんなことはできないわけですよ。やっぱり自分のね学力が足らなかったとかね、自分のこのね解いてる時の決断力が足らなかったとか、そういったことが主な原因になることがほとんどです。なんで自分でちゃんと勉強するんだっていう意識を持ってねやってもらうっていうのが大事。それは別に宅浪だろうと仮面浪人だろうと、どこが予備校に行くんだろうと同じです。ちゃんと自分のねどこがダメだったのかっていうのを考えないと浪人失敗しやすいですよ。これは忘れないでください。そして大学に入る方もそうですね。で、自分は本当は何々大に行くはずだったんだからって言って社に構えて失敗する人は多いです。まあだから自分自身は慶応文学部だったんで、どういう状態だったかっていうと、クラスメートのね男子のほとんどは東大志望でしたから、ほとんどが東大の分散に行けなかった人たちだったんで、すごく社に構えてる人は多かったからね。そういうのって楽しめないわけじゃないですか、その大学生活ね。せっかく入ったんだからいろんなところで輝けるところいっぱいあると思いますから、楽しんでっていうのをね忘れないでください。はい、いつまでもそれをね引っ張っていくっていうのは良くないですからね。プラスでそのダメだった自分と成功した自分がいて、この成功してその何々大ね自分の第一志望に行ってる自分に勝とうと思ってください。これが結構重要で、この第一志望に受かってた自分は勉強してない可能性多いですね。特に文系学部だったら、その大学ね早稲田に入ったりとか慶応に入ったりして遊んじゃってる可能性いっぱいあります。こっちに受からなかった自分ですね、そっちの方がこの大学入って一個下のねレベルかもしれないですけど、そこの大学に入って大学生活同じ4年間過ごした時に、こっちの自分の方が良かったと言えるように頑張るっていうのは、これが大事です。卑屈にならずにね。で、特にその中で一番言えるのは、英語が一番手っ取り早いですよ。わかりやすいです。この英語系のチャンネルだからっていうわけではなくて、英語っていうのが非常にわかりやすいんですよ。資格も多いし、点数とかさ、可視化されるじゃないですか。だから英検取るとかね、英検準1級取るんだとか、トイックで800点以上取るんだとかっていう風にすると、まあ自信になりやすいし、続けやすいんですよ。だその英語で逆転するっていうのを持っておくといいですね。まあ、だから武田塾イングリッシュの、ね、CEO の伊関さんなんていうのは早稲田に入れなかったわけですけど、その早稲田に入っていた自分に勝つためにって言って明治大学ですごく英語勉強して、で海外のねイギリスの大学に行くわけですよ。そういったことってできるわけです。だからこれで諦めるの早いですから、大学受験で終わりじゃないですから、そうまだまだ先は長い、人生何4分の1
とかさ、5分の1しか終わってないわけですから、まだまだ長いんで、その大学4年間をね、無駄に過ごさずに勉強してもらえればと思います。そうだ、トイックは分かりやすいです。手っ取り早く目標を見つけられるっていうのがあるので、そうだ、自分がね第一志望に受かってた時、きっとこれぐらいの点数しか取れなかっただろう、でも今ここでこんだけの点数が取れるんだっていう風になると、まあ理想ですね。はい、そういったことが実現できると、もうこれからの何、その大学生活ね、ひねくれずに行くことできますから、はい、ぜひともね、そういったものを目指してください。あ、本当に分かりやすいですよ。だから早稲田工学塾のね、平先生って、もともと僕にそういうトイックの講座をやってほしかったんですよ。やっぱり当然ね、早稲田に全員が行けるわけじゃないですか、早稲田工学塾もね。だからそういったので、早稲田に合格できなかった人たちに助けてほしいと。彼らがマーチとかに入って、カンカン同列とかに入って、その中で早稲田に行った自分よりも勝てるような、そういったものを持たせてあげてほしいっていうのが、まあ、平先生のね気持ちだったんですよ。まあ、それでやっぱり手取り早いのはトイックであると、うん、トイックであればその自分に勝てる、ね、きっかけになるからっていうふうに言われました。まあ実際トイックの教材ってむちゃくちゃ大変なんで、作るのね。だから実現にはなかなか至っていませんけども、物理的にすごく大変なんですよ。非公開の試験ですしね、過去問はないですからね、というのがあるんですけど、そうなんです。だから英語っていうのは手っ取り早いですので、はい、おすすめします。で、浪人を決めた人ですね。浪人していなかった自分と浪人していた自分でどうなるかっていうのを考えてね、その浪人を決めたんだったら、その浪人した自分が勝てるようにね、頑張ってほしいです。ただし、前にもいろんな動画で言っていますけども、浪人っていうのはそう簡単に成績が上がるものではないです。みんな自分の人生一回きりなんで、他のものを経験していない人が多いために、誰かが言ってることが正しいと勘違いしやすい。この塾がいい、この塾が良くないとかっていうのがあるじゃないですか。で、それで、まあ、エコチェンバーなんていうふうにね、よく言われるやつですよ。自分と同じ意見を言ってる人のを聞いて、あ、自分が正しいんだっていう風に錯覚してしまうっていうのです。だからそれは合格すればそれは正しかったっていう、その人にとっても正しかったじゃない。不合格だったらその人にとっては正しくなかった、その塾の選択はっていう、まあ簡単な結論に達しちゃうわけですよ。で、それのせいで、あ、自分もダメだったんだからこの塾は良くないんだみたいな感じで、それでもう納得しちゃうとかっていうのはよくあることなんですけど、そうじゃないですから。自分のね、考えと同じものばっかり見ていったらすごく危険です。今、まあ、ネット上を見てて思うのは、それがなんていうか、ひよってるっていうのもあれですけど、自分が思ったことと同じ意見が出てこないと書かないですね、コメントとかも、ね、誰かが批判したらそれに乗っかってババババババって書くっていう、そういう状況が起こってるじゃないですか。この、ね、これも昔からなんですけどね。だからこういう人たちってかなり危険です。浪人した時に危ない。自分の何がいけなかったのかっていうのを顧みないから、そう、自分はこうでこうでこれが正しいんだっていうエコチェンバー状態になっていくとかなり危険です。だから伸びない、実際伸びない人が多いんですよ、浪人っていうのはね。だからうちのチャンネルで言っていただいたと思うんですけど、そう簡単に伸びないんですよ。だからチャンネルのそのメンバーたち、今年はあまり伸びなかった人が多かったというか、難しいんですよ、それぐらい。やっぱり浪人っていうのはね、あっちゃこっちゃね、これもやってあれもやってこれもやってって言って、結局なんか強みがないままね、終わっちゃうとかっていうこともよくあることなので、きちんと、まあどこかで塾予備校行くんだったら、その人ですねの話を素直に聞いてね、まずはもちろんいいですよ、批判的に考えて、後々やってみてこれ違うなって思ったら自分はね、やり方変えようとかって、まだ時間はありますから、それはいいんですけども、頭ごなしに違う否定していくみたいなのはとてつもなく受かりにくいです。はい、自分がダメだったんだから、だから他の人のアドバイスを聞いてちゃんと全部を受け入れろとは言わないけど、ね、それやってみて、あ、これ合わないなだったらいいけど、まずはやってみて、あ、そうか、こういう風に変わるんだっていう風に思えるといいと思いますね。なんで、まあ、自分自身は浪人した時に、まあ、千葉大英判定だったから行けると思ってたのに、こんなことも知らなかった、こんなことも知らなかったんだって言って打ちのめされましたから。で、情報っていうのはとても大事になりますので、いろいろなね、情報を手に入れてそこで頑張ってください。ただ、まあ、どうしてもやっぱり大変だと思います。今、ね、昔と違って情報が多すぎる、ね、私は本当羨ましいと思いますよね、当時。まあ、ネットはあったけどさ、そんなに勉強情報をたくさん発信してる人なんかいなかったからさ、自分の時代は。過去に戻れるんだったら、お前ちゃんと古文文法やれよってね、言いたいんですけど、国語はね、もうほんと古文漢文が全然できなくて大変だったんですけど、そう、古文文法をやらずにね、読解と単語だけでやって全然ダメだったんですけどね。まあ参考書のレベルも高いしさ、今はね、質がすごくいいので、だからとってもいいと思いますよ、ね、授業のレベルだってね、予備校の、塾予備校のレベル高いです。もう情報量が全然違うから、昔よりはるかにいい情報を得られますので、うん、だからまずはいろいろとアドバイスだったりなんだりね、聞いて、それで受け入れてやってみるといいと思いますね。頭ごなしに否定する人はとても危険だと思います。はい、という感じでですね、まず多席思考にならないことですね。これが大事です。これ大学行こうが浪人しようが
はい、とっても大事なことなので、絶対これは意識してください。で、その中でね、こういろいろと話を聞いて変えていく、ね、浪人生だったらね、それを忘れないでください。これができないと浪人しても失敗する可能性はかなり高いです。はい、いいですか。本当にでものすごくレベルが上がるというか、ちゃんとできるようになるっていう人は3割って言われてますから、はい、そのね、現状維持か、もしくはですね、レベルが下がってしまうようなね、7割の人にならないように頑張ってください。そして、大学行くと決めた方はですね、そう、卑屈にならずに何か、まあ別に英語で一例として挙げましたけど、他のものでもいいです。自分が打ち込めるものを見つけて頑張ってもらえればと思いますので、ぜひ、第一歩ダメだったからといって、こんなところで諦めるはまだ早いです。人生長いですから、ぜひとも頑張っていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.